皆さんこんにちは、ペソでございます。今日もスーパーファミスターやっていきたいと思います。では、ちょうどね、折り返し地点に入りますね。25試合目ということで、まあこの試合が終わったらね、正式に折り返しなんですけども、阪神広島戦をやっていきたいと思います。はい、ということで、阪神主催なんでね、甲子園になりますね。で、先発は、4人ローテなんで、ヤブさん、あ、石嶺さん好調か。まあ、そろそろね、この辺ちょっといじっても面白いんだけどね。まあ、ちょっと、クレンさんのね、打点上げるために、あ、向こうは大野さんだ。あ、ノムケンさんが、好調か。ねえ。ちょうどトリプルスリーされた翌年になるんですね。さあ、エース薮さん、左中間に当たり、さすがだね。おお、いきなりピンチかいな。ここはフォアボールだ。振らねえな。よしよしよし、まずはアウト。オッケー、危ねえな。初回からちょっとヒヤヒヤさせましたね。はい、ということでなんとか、無得点に抑えましたね。さあ、向こうはね、大野さんだ。さあ、これは鋭い当たり、初球をいけないにサードの横を抜けていく。さあ、ゆうツーベースですね。さあ、上り調子は亀ちゃん。そして和田さんね。おお、あれタッチの扱いなんだね。あ、5割復帰したグレンさん。上がらんかったね、打球が。さあ、そしてクールボーさん。どうや、あ、いける、うん、とりあえず一人帰れて。さあ、校長石嶺さん、4割に戻したいところね。引っ張った、これはレフト線抜ける。よしよしよし、いいぞ、ツーベース、3点目入りましたね。で、恐怖の7番打者関。ああ、許すらやった。さあ、ここだね。ほら、ライトの横。あ、捉えた。ツベース。さあ、久慈さんね。おお、2つ入れてきた。おお、3つともか。ボール球かと思って油断してた。まあ、薮さんで終わればちょうどいいね。おお、それがそうはいかんのよね。ああ、ちょっと普通に戻ろう。はい、ということで、ちょうどね、9人で終わりまして5点入りましたね。まあ、よく言うね、ピンチの後にチャンスあり。あー、これはうまい。今日はね、薮さんの
カーブがね振ってくれないね。そう、これも落ちへんのよね今日は。だから曲げない車内というね。ああまあまあ進塁打になっちゃうけどしょうがないか。はいはい、これもファーストゴロね。危ない危ない。3塁まで進みましたけど、なんとか無失点で抜けましたね。さあ打順はまたトップの新庄さんから。これはちょっと引っ掛けた感じかな。まあでもまあでもファール。詰まった打球はこれはセンターの横抜ける。詰まった分上がらんかったね。はい、スリーベース。亀ちゃんちょっとやっぱり短めに行きましょう。これがね、上がんない。上がるのは上がるんだけどね、ホームランにならないんだよね去年と違って。三塁線はファール惜しい。あ、打っちゃった。さんらしい右打ち。さあグレンさんいいとこで回ってきたね。あー引っ掛けたか。おお釣られちゃった。止まった。ツーアウトか。センターへの大飛球ね、惜しかったですね。ただ1点追加しました。6対0になりましたね。おいしょさあこれはライトの方がいいね。何してんの亀ちゃん。やめてや。本当は。今日はね、得点圏にランナー行きますね。広島の攻撃だったら。おっしゃー、ナイス。危なかったね。今抜けてたら完全に失点してましたね。はい、校長の石峰さんから。これもいいヒットだ。さあライト前、ランナーがまた溜まっていきます。新庄さんホームラン欲しいね。
ということはボール3になるまで。おお。よしよし。ここだ。ゴロになった。ボテボテになった。さあ、さっきはね、見事な犠牲フライです。カメちゃん。短めにね。おお、思わず打っちゃった。うまい。これは左中間抜けた。カメちゃんセカンド蹴る。ああ、そっか、コールドだ。10点目入りましたね。カメちゃんの最後の記録はツーベースになるのかな。はい、ということでね、なんとか無失点で切り抜けてくれたヤブさんが7勝目で、先発全員安打とはならなかったですね。富士山だけ見た子でしたね。まあまあ他ね、石峰さんも2安打でしたから出てよかったかな。翔太さんにだけね、うまいこと打たれましたけどね。まあ向こうが大野さんで助かったということで、めっちゃめちゃ早い終わりましたね。はい、では、その間に他球場を回しておきましょう。まずは、巨人ヤクルトなので、ヤクルトから巨人へ。うん、やっぱり5試合目になってるからおかしいかな。ね、すでに5試合行ってないといけないはずなんでね。はい、もう1試合、横浜中日なのでドラゴンズからベイスターズへ。はい、こっちが合ってそうだね。ということでドラゴンズの勝ち。はい、というわけで、マジックは13になったところでね、後半戦また頑張っていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それでは、早くてね申し訳ないですけど、さよなら。